はい、こんにちは。マイチャンネル、マイハラです。はい、ちょっとね、まだ鼻声だけどすいませんね。はい、今日5月4日はですね、スターウォーズの日ですね。はい、5月4日なんでかっていうと、メイザフォースだから。メイザフォースビーウィズユー。5月4日はスターウォーズの日です。それで先日ですね、スターウォーズ展に行ってきましたね。はい、ちょっとね、一般より早くですね、入らせていただくことができまして、その動画はですね、またおいおい公開できると思いますので、ちょっと楽しみに待っててくださいね。はい。それで、そのスターウォーズ店で買ってきたお土産、これをですね、今回開けていきたいと思いますね。はい。あ、袋からしていいよね。スターウォーズビジョンズって書いてあるね。スターウォーズ店。そして裏側が、スターウォーズフォースの覚醒、12月18日って。ねえ、楽しみだ、エピソード7。で、今回買ってきたのはですね、まずはこれだ。パンフレットね。パンフレット、これは中見せられないけどね。パンフレット買ってきました。それとこれステッカー、そう、ステッカーが2種類なかなかいいのがあったので買ってきました。自分のね、パソコンに Mac に貼りたいと思う。えちゃんもいくつか貼っていいよ。いいよね、これ、ね、自分の椅子にね椅子に貼る。そしてこっからがスターウォーズ店限定のやつだね。これ最近すごい人気のジャーっていうタイプのやつだね。メイソンジャーとかなんか有名だけど、そのタイプのマグカップ、こんな感じ。これいいでしょ。ちゃんとねモスとかあるんだよ。こんな感じ。これボバフェットの、プリントがされてるものですね。いいよね。でもね、開けてこの中にもうほら、いろいろ作って、なんだろう、例えばサングリアとか作っちゃってさ、そのまま飲んじゃうとかね、ありだよね。これすごいいいと思う。いいね。これいいよ。他にもね、ダース・ベイダーのやつとかがあったりしたね。じゃあなんでパパこれ買ったんですか。このボバフェットが好きだから。ダース・ベイダーも好きなのにそうだね、ダース・ベイダーもあったけど、やっぱね、ここあえてボバフェットかなと思って、ボバフェットでした。これがマスか。あ、これが手ぬぐいだ。手ぬぐ、お、あ、なんかこれタトゥーインっぽいデザインなんだな。タトゥーイン、あ、いいね。これ 3PO がいるね。 3PO 見せて。あ、ほんとだ、 3PO、うん、ちょっと、もうちょっと広げると、一番上がタスケンレーダーでしょ。2番目ジャワだね、これ見たいと思うね。ジャワで、最後に 3PO か。あ、いいじゃん。見てて、どんな感じ。これタスケンレーダー、タスケンレーダー。アルツもいた、アルツもいたね。あ、本当だ。あ、ランドスピーダーだね。ランドスピーダー。うん。いろいろ隠してあるやつがあるんですね。やっぱこれタトゥーインだね。うん、このオレンジ色っていうか砂色。うん、これがいい感じだね。うん、はいはい。これマグネットだね。うん、R2 と 3PO のマグネット。うん、瓶の蓋の王冠、うん、あれがマグネットになってんだね。うん、これなかなか可愛いね。うん、で、あと最後にこれが、ウィケットだね。ウィケットのぬいぐるみ、うん、これね、東京会場限定のぬいぐるみ、イウォーク族の、イウォーク族のウィケット。かわいいんだよね。これでね、肌触りがすごい、こうなんかこう、うんうんってしたくないし、うんかわいい、これ、はい、こちらウィケットですね。かわいいね。ちなみにこのですね、帽子は取れないようになってます。こんなふうになって縫い付けてあるね。はい、ウィケットかわいい。それで最後にこれメダル、うん、これはスターウォーズ店の外にあったんだよね。スターウォーズ店の外にあって、メダルを購入するんだよね。購入してその後に、打刻しましたね。これは R2D2 のメダルだね。これ外側のキーホルダーも別個に買ったんだよね。メダルとフレームをくっつければ首にかけるやつとかにくっつけて、そうだね、キーホルダーとかに使えるよね。で、この裏側に打刻してまして、シーンって書いてあって、2015年4月28って書いてあるの見えるかな。スターウォーズ展は4月29日から6月28日までやってるみたいなんでね、はい、気になった方ぜひ行ってください。今回はね、スターウォーズの日なので、ついでにこれも作ってみましょうか。そうだね、うん、レゴスターウォーズのマイクロファイターズの、こっちが ARC-170 スターファイター&クローンパイロット、こっちがバルチャードロイドだね。こっちエシン君作ります。じゃあこれ作っていきたいと思います。はい、ということで完成しました。こちらが ARC-170 のスターファイター、そしてクローンパイロットですね。クローンパイロットは目が見えております。劇中でもそうだったけどね。クローントルーパーとはちょっと違うかなって感じ。こんな感じ、かっこいいよね。
すごくかっこいい。ちょっとだけ羽が開閉します。アタックポジションになるときはちゃんと羽広げるからね、はい、これが ARC170 スターファイター。こんな名前だとは知らなかったな。結構かっこいい、うん、そしてこちらがエシン君が作ったバルチャードロイドだね。途中からパパ作ったかな。ちょっと難しかったかね、エシン君。途中からブロあのレゴのブロックはパパが渡してくれた、うん、そうだね。でこんな感じでバーチャドロイドは歩行モードと飛行モード両方できますね、うんうん、本当はねバーチャドロイドにねこのバトルドロイドは乗らないんだけど、うん、マイクロファイターズ用にバトルドロイドが乗ってるね。ちょっとここ変かなっていう感じするけど、別にいなくていいのね。下にロケットついてますね、うん、いい感じだよね、いい、うん、はい、ということで今回はですね、スターウォーズの日なのでスターウォーズ店のお土産、それとレゴスターウォーズを組み立ててみましたね、スターウォーズイヤーというだけあってね、ほんとパパね、今年楽しい1年だわ、うん、7? スターウォーズ7も公開されるしね。そうだね、うん、うん、エジン君はスターウォーズ店行って楽しかったあれ、うん、うん、もう超最初で興奮の模様ですね。また近々公開できると思いますので楽しみにしていてください。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。